さあやっていきましょうか。バイオハザード4。まあせっかく動画ご視聴いただいてるんでね、まずはサクッとチャンネルグッドボタンとチャンネル登録ボタンを押していただいて、早速カミカミだったよ。まあそんなことは気にしないでね、やっていきましょうか。まあとりあえずあのボタン2つポチポチっと押してね、最後まで動画をご視聴いただけたら、何かいいことが起こるかもしれないし、起こらないかもしれないし、いいことが起こるかもしれないし、起こらないかもしれないし、起こらないかもしれないし、はい。ということでね、今回はチャプター4の1の続きやっていきましょうか。前回はなんかちょっとマグマに煮えたぎるところで、鎖をツキツキっと落としながらね、マグナもしれっと手に入れたというパートをやってまいりました。ということで、こんにちは、ブルホースでございます。今サロンの自己紹介ね。まあなんかこれをやりながらさ、ちょっと自分の日記をさ、そのちょっと動画を撮る休憩の間にちょチラチラって言ってるんですよ。ちょっと4の1は一気にやりたいなと思ってるんで、一旦まあちょっと休憩がてらやった、あの休憩をちょっとしてたんですけどね。もうなんかチラチラって見てたら、ちょうどね、1ヶ月半くらい前、ちょうど本当に1ヶ月半前、だから45日くらい前なのかな、ちょっと身体検査をした記録が残ってて、何かっていうと、今のその、なんだろう、会社に行くために、会社入社するために、要は僕転職してるんですけどね、年始から、年末年始にかけて。その前に、身体検査で、ちゃんと自分が健康体であるということを証明しないと、入社ができないっていうね。まあ、これ多分どこもあると思うんですけどね、新卒入社なのかどうかは別として、転職するときって、なんか、いや、あれ、ちょ、痛い、ミサ、XC がとっさに押せなかった。てっきり、おー、XC、大きく、危ない。きっきり右クリックと左クリック同時に来るパターンのやつかと思ってた。くっそ、いらんダメージ受けたな。くっそ。まあいいか。そうそう。で、その時に結構ね、やっぱね、皆さん、毎年ちゃんと同じ場所で健康診断を受けた方がいいなっていうのは思った。僕、今回受けた場所が、いつもその、前の会社の時に受けてた健康診断の場所と当然ながら違ったんで、何が起こったかっていうと、身長と体重がむちゃくちゃになったっていうね。どっちが身長正しいんだろうと。まあ多分、前通ってた方の病院の方がちゃんとしたその健康診断をするための設備っていうのが多く整ってたと思うんで、多分前の方が正しいと思うんですけど、171.4 とかだったんですね、その10月に測った時に。で、12月に測った時、新しい方で測った時に関しては、174.4だった。とりあえず、171センチと174センチっていう、そう、あぶれぬんっていう、そのなんか急な差が出てきたっていうね。足の手、もう一体か、くそ。早く剥がして、とか全然足で相手にされへんやん。こいつら全員メスか。危ない。こいつら全員メス説。メスだった。前世はきっとメスだった。危ない。そう。っていうのがあって、だから3センチ差もあるって、なんか、やばくないって思ったんですけどね。体重はまあ2キロ。またミスった。ちょっと左上になんか見えたけど、気になさらずに。そう。で、左上じゃなくて、なんだっけ？あ、そう。体重が2キロ変わってた。まあ、それはでも確かに、10月から12月にかけて、ちょっと筋肉量を、大幅にしたいっていうのもあった。あれ、ちょっと、あれ全然効かない。あれ、ちょっと、こいつ効かない。あ、痛い。やべ。こんなところで死ぬね。ちょ、危ね。とりあえず、投げる暇を与えさせてくれ！全員ったか。あ、ちょっと待って。なんだよ、倒れ込んだだけかよ。おら、あれちょっと待って、本当にカッチカチ。ああ、下手くそでよかった。あれ。でも、そして本当にアシュリーの子全無視なんだね。全然相手にしてくれな、危ない。おら、逃げろ。怖い。ほい。あ、オッケー。もうこうなったらもう俺の勝ちっすよ。よかった。あ、でも久々にさ、最近その身体検査を受けるとき、皆さん視力検査って、なんか、よくわかんない箱にさ、顔を押し付けて、で、右と左がそのなんかモニター越しでこうシャットアウトされて、じゃあ右の視力測りますよ、左の視力測りますよ、みたいなさ、あると思うんですけど、久々に小学校、公式でやったよね。なんか、棒みたいなので片目押さえて、で、立ち位置決めて、で、壁に貼ってあるやつを見て、右です、左ですとかっていうやつで。あれ、久々にやったわ。で、なんか、普段だったら 1.5 までしか測らないのに 2.0 まで測ってもらって、両目とも 2.0 が見れてるっていうことが証明されたっていう。コンタクトの力ってすごいなって思うけどね。まあ、っていう、そういうしょうもない。あとさ、その時にちょっと嬉しかった出来事がさ、僕、結構老けてるんですよ。
老けてるというか、まあ、老けてたっていうべきか、まあ、老けてるというか、まあ、考え方はいつでも40代以上だなってよく言われるんですけど、新卒の時に、まあ、いろんなお客さんに行った時に、本当に新卒みたいな。とか、とあるお客さんには、33歳か4歳くらいの時のお客さんが、くらいのお客さんがね、俺より年下かよっていうことをね、こう何度も何度もこう言われてきたっていうくらい、こう見た目に関しては超老け顔だったっていうね、ところだったんですけど、まあありがたいことに、まあお世辞なのかもしれないけどね、看護師さんとか、そこの先生に、これ先に潰しとこう。そう、先生にね、社会人になるための検査ですかって言われて、いや違います、転職です。転職？あ、学生さんじゃないのって言われて、あれは嬉しかったね。やっぱりこう大学生の頃からこうしこしことね、ちゃんとお肌の手入れ、まあ、ちゃんともないけどね、まあまあ毎日朝起きた時と寝る時、寝る前じゃねえや、お風呂上がった後に保湿クリームをもうこう毎日塗りたくるっていうことと、あとやっぱり健康に気を使って筋トレと、まあ、ビタミンをちゃんと取るっていうね、いや、サドラじゃねえ、サドラザール気づけよ、先になんか怒ってるっていうか、あいつどっから荒れたんだろうな、下からニュキニュキって生えてきたのかな。ね、まあそんなことは気にせずに、で、とりあえずアシュリーがこう閉じ込められるんだけど、そんなことは気にして、これなんかね、皆さん経験したことあるか分かんないですけど、僕初めてやった時、アシュリーじゃなくて自分が閉じ込められたことあるんだよな。で、アシュリーがなぜかこっち側にいて、あれみたいな。初めてやった時だけ。そう、それ以降、それが正しいもんだと思ってたから、なんか頑張ってみたけど、同感頑張っても、なんかレオンはこっち側に来ちゃうっていうね。うん。そう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 。まあまあ そんなことはどうでもいいんですけどね。だからやっぱり若いうちからのそのお肌のケアだったりとか、内面とか、まあ肉体的な、まあ若作りっていうのはアンチエイジングって言ったらいいのかな。そこら辺に関しては本当に、まあ大事というかしてた方がいいんだろうなっていうことは、まあ長くこう、まあ10年、15年くらいかかってようやく実ったっていう感じっすね。まあ、今30歳になってね、学生さんですかって、それが一人の看護師さんとかが言うだったらさ、もうまさしくお世辞じゃないですか。でもなんかこう複数人が同じ病院内とはいえ言ってくれたっていうのは、あら気分良かったっすよ。ね、バイオしながら何の話って、まあバイオしながら何の話って思われるようなことを常にやっている実況プレイヤーなんでね。まあ、それ青後ろ吹くの立ち上がるのかな。 OKオッケー、結構いいですよって、あ、ちょ近い、オッケー、まあ、とりあえず節約癖は直さないってか、直せないところがあるんで、まあライフルの弾を全部ね打ち尽くして、で弾を装填は武器改造によってねして終わりという感じですね。オッケー、どうしようかな、一旦戻って、そうだな、あ違うな、こっちの玉の方が安っぽいとか、実際安い、ちょい、オッケー、あーこれ全部打ってからの方が良かったか、あいいや、ちょい、もういちょい、オッケー、オッケー、さあ戻ろう。結局戻るっていうね。あーそっか、こう、あーしまった、どうしようかな、にらにゃいかな、一旦置きっぱでいこうか。じゃあとりあえず前段使って、まあ、ちょっとチャプター4の1ってね結構長いから、とりあえずやっぱり拾う、とりあえずアシュリーがさらわれて一人身軽になったところから再スタートしようかなと思いますね。うん、取り逃してた。そうするとまだあれだね、ちょっとこのチャプターもしかしたら短くなってしまうかもしれないですけど、まあそこは相変わらずのご愛嬌ということで、まあ毎度のこと説明してるかもしれないけど、あじゃああぶれ、毎度のこと説明してるかもしれないけど、僕 の撮影環境がどうしても真夜中寒い部屋の中ですね、この部屋暖房もクソもないから、暖房もなんだっけ、ストーブもないからね、ストーブも、ものすごい小型のやつがあるんですけど、音がうるさいから、
収録してるとその音がこうとかって入ってくるとね、こう皆さんが耳障りになっちゃうかもしれない。ただでさえあの皆さんの耳にとって心地のいい実況ができてるかどうかっていうね、こうちょっと不安でしかないっていう、うん、まあこれはある意味自虐です。まあ自虐しか僕しないですから。うん、そうそう、じゃあ登ります。そうっていうのがあるんでね、なかなかねこうものすごいね、こう1月2月の実況をするときっていうのは環境的にものすごく辛いものがあるっていうのはあって、でしかもプラス夜中なんですよ。これ今もう今12時40分くらいかなに時間実況撮ってて、嫁さんとね娘がね、あの寝た後に一人こうしっぽりやらないと、あれこれついてなかったかとか、羽付きの、うん、あ、4発出た。あれ意外と体力少ないぞ。仕事破壊してるけどいいのかなとか、あれやつ、あれ虫が落ちてきてギャーっていうあれじゃなかったのか、俺の巣を壊しやがってみたいな。でね、意外とねこいつがね、まあもうバイオ4をプレイしてきたことある人は皆さんご存知の通りで、なぜかね、うん、なぜかわかんないけど空を飛んでる時に一撃与えるとこいつ一撃で倒せるんですよね。あ、皆さん注目、白いやつ見えた、見えた、見えてない方は 0.25 倍速にして見直してみてください、うん、そうで、なぜか空中に飛んでる時は一撃で倒せるのに、地面を歩いてる時はこうなんか体力が急に増強されていくっていうね。あ、じゃああれなんか うまく蹴れなかった。あ、じゃあ下手くそ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 、あれこんなにいたっけか。でもこいつらって要は寄生虫だから、これ使ったら一発なんじゃないの。ほい、ひるんだだけ、ちょっと待って、ひるんだけやん。おいおいおい、あーちょちょやばいやばいやばい、あいたいたいた、ちょちょちょ、反撃可能な攻撃でお願いします。まあ、いや今閃光弾を使った代わりに手榴弾をあげるわってくれたわ。ウィアルキック、ウイヤルキック、ロイヤルキック、あ、ちょ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 、近い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 、まだいるいる、ああ、ちょ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 、 いるならいるなら出てきなさい、フッと降り返って、あ、もう全滅か。 OK、 じゃあちょっとここのアイテムを取り切ってしまったら一旦区切りがいいところになりますんで、この先進むのは一旦ちょっと次回パートに回していきたいというふうに思います。特にないかなと、他大丈夫か、あ、あったあった、もう一個ね、ここ稼ぎどころなのかどうなのか微妙なところだよね。今ちょっと自分にとってよく分かってないんですけど、まあまあそんなことも言いつつね、とりあえずレバーをカチャコン。はい、まあちょっと次回はなんか見方によっては超絶エロいアシュリーの姿を見ることができるようになってますんで、ぜひね次回パートお楽しみいただけたらなというふうに思います。ということで本パートもね、あのアシュリーが飛んでいく瞬間 0.25 倍速にしちゃったよっていう方はね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンをね押していただけたら嬉しいです。そして次回パートもぜひご覧ください。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。一発だけ残ってる、締まりねえな、ほんとこれをライフルの弾に変えますって言って消えてたらどうしよう。あ、よかったよかった、残ってた。はい、ということでね、本日の動画はこの辺りで終了とさせていただきたいと思います。次回あの扉の向こうへ行こう、そんな方はですねぜひご覧ください。明日も同じ時間にあげるよ、多分ね撮れればだけど。はい、ではまたお会いしましょう。バイバーイ。